で、アラフィフの新兵です。実はですね、1回目の続きを撮ったんですけども、アマレコの設定をちょっと失敗しましてね、すごくカクカクの動画になってしまったんですね。ですんで、改めてまたちょっと撮り直しということで、まあ、設定自体はあまり、物が増えたっていうほどのことも、まだないんで、レンジャーは2つまで装備することができます。大したも増えてませんので、ほぼそのままなんで、まあ、前回に取れた AF16RA っていうアサルトライフルと、もう最初からデフォルトで持ってたスティングレイ M2M1、これで出撃シナリオの2つ目ミッション2も出撃したいと思います。体力も若干増えたんですけども、まあ、それですとちょっとね、ちょっと増やしといても、ちょっと、ほんまに、ちょびっとだけなんで、まあ、増やしといても、まあ、大して問題にはならないと思うんで、増やしときます。すいません。そういうわけで、ミッション2の出撃いたします。1回やってるんでね、3が空いとるんですけども、これが取れなかった分、もう1回。取り直したいと思います。よろしくお願いします。では行きます。ミッションスタート。難易度を選んでください。で、難易度が高いほど強力な武器を入手。まあ、動画撮るのも結構難しいもんで、設定一回完全に決まってしまうとね、まあ別に問題なく大概ずっとそれで続けていけるんですけども、この前ちょっと、失敗しましてね、もう一回設定し直しということになりましたんで、で今設定し直してやってるところなんですね。ですね、何回かちょっと調整みたいな形が、かもしれません。では、いきます。あまりに集団率の悪い武器なショットガン並みに集団率もあるんですね。よっしゃ、後ろだ。落ちた分はもうできる限り取っていかないと後が続かないゲームになってますんでね。その通りだ。その辺は取っていきますね。私はフォーリナーの研究者大原だ。兵士諸君にアドバイスしたい。死んだ巨大生物を調査した結果、驚くべきことが分かった。奴らは7年間で進化し強くなった。より硬い甲殻に包まれ、簡単には倒すことができない。よっしゃ。だが問題はない。出るのか。EDF の装備もまた7年で強力になっている。進化した巨大生物といえど必ず倒せる。健闘を祈る。よっしゃ。
巨大生物は7年前よりも強靭で凶暴です。我々だけで判定に及ばせ、ね、レンジャー16、巨大生物と戦う訓練を積んできたはずだ。こういう集団モグの時はこの朝とね、もこちらレンジャー2、巨大生物の構成中、ウィングダイバーの出動を要請します。全く狙い撃ちはできないですね。いっぱいおりゃ、こちらレンジャー16、奴らは人間を軽々と持ち上げて役にも立つんですよね。こちらレンジャー6、ウィングダイバーの救援を。ベランのウィングダイバーの到着には時間がかかる。持ちこたえろ、市民を守らねばならない。ちょろ年なぁ、よかったよ。ペランの方が集団率っていうか、まあありえへん感じやね。どうしてんじゃん。ウィングダイバーはまだなのか。どれほど奴らが進化していようと、飛ぶことができない以上、空中からの攻撃で殲滅できる。ウィングダイバーさえ到着すれば勝負は決する。シナリオはこの2番目のシナリオは短いですね、ミッション2もね。という感じです。まあハードでもなんとかこの辺はこなせます。お、なんか来ましたぞ。なんか良さそうなスナイパーライフルかな。見てみよう。武器を選んでください。レンジャーはスナイパーライフルで装備することができます。 MMF42 の改良型、速射性能を重視した RA モデル。近距離戦闘用の武器としても使えるが、射程はやや短い。これはかなりええもんじゃないかな。精度は S プラス。おお、これはええでしょう。武器を選んでください。レンジャーは2つまで。武器を選んでください。レンジャーは2つまで装備することができます。まだ以下の仕方はないな。体力は一応ちょっと上げておきますね。まあこんなところなんですけども、まあまあまあキリがいいんで、シナリオの3番目は確か結構長かったと思うんで、とりあえず2番目はちょっと短いんですけども、ここで終わっておきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。またよろしくお願いします。では